2日目11レース1番車原田健太郎選手です。相変わらず調子は悪くなさそうですが、はい、そうですね、調子は、はい、悪くないです、ね、はい、なんか1時より少し早め早めに動こうとしてない？そうですね、はい、やっぱ気持ち早めに動いた方が、まあ、今の調子的にもやっぱ上がってきてるんで、そっちの方がいいのかなと思います。あの若い選手がたくさんなんか出てきて、そうですね、はい、まあ、それも刺激になってちょっと早め早めの仕掛けになってるかなと思います、ね、やっぱりでも逃げた方が硬いとか。そうですね、まあ、逃げた方がやっぱりまあ気持ち的にもやっぱりなんていうんですかね、こう、まあ、ライン的にもやっぱり生かされるかなと思うんで、はい、ね、あの時々短期とかになると後ろの方で何やってるか分かんないで終わるレースがね。そうですね、まあ、短期になるとちょっとそれが多いんで、うん、まあ、短期にならないようにそこまで勝ち上がり意識したいかなと思います。まあ、でもさ、普段仕掛けてればもう短期になっても思い切って行って自信あればね、それだけ競争できると思うんだけど。そうですね、はい、まあ、出し惜しみせんのが一番かなと思います。まあ、まくりは間違いないからね。そうです、はい、まあ、まあ、まくりには、まあ、はい、自信持って仕掛けてます。じゃあここ一番ではしっかりまくって一着取ってください。はい、頑張ります。はい、頑張って、はい、あの力ありますから、あの安心して車検は買えるかな。